ドラフト。こんにちは。今から映画見ることで、はい、今日は何を見るか。仮面ライダー。仮面ライダーを見る、はい、僕初めて見るんですけど、その、はい、もう仮面ライダー世代じゃないっていうか、よし、まあ、あんまりそうでしょう、知らないです、知らない、知らない。なんか、なんか最低限教えておいてくれません？前の仮面ライダージオーとゼロワンが、うんうん、まあ、タッグで戦うみたいな映画です。タッグであるんですよ、そういうのは、ね、まあ、例年、あ、毎年ね、春映画として、はい、うん、まあ、春じゃないですか、冬ですけど、僕も内容は知らないんで、まあそうやな。でもさ、最近さ、その、まあ、ライダーか戦隊もんからさ、有名な俳優になる人多いしね。もう多いですよ。多い。例えば、菅田。もういっぱい。菅田将暉もやし、福士蒼汰もやし、うん、あとは、まあ、いっぱいあるけど、小田切城とかも入るので、そうだね、ライダーやし。先取りですな。はい、では、行ってきまーす、はい。バイバイ。ドラフト。意外とさ、ごめん、あの、大人も多いね。企画。そうです。うん、はそれはすごい。梅田。梅田だからか。あ、そういうこと。地方やったらもっとことが多い。あれさ、また続くって設定の。あれはまあ続きですね。最後に新しいこのライダーが。今日の朝出てきた、まあ、ライダーなんですけど。そうなんや。これはさ、ごめん、時代的に本当に2019年の設定やな。2019年です。で、人工知能っていうかはがある世界なんだね。そもそも 今はね、今普通の設定も、はい、アンドロイドが暴走するみたいな、まあ、基本的にはそういう話です。だからあのデトロイトビカミヒューマン的なね。そうです、そうです。今のテレビも、テレビも暴走してはんの、ね、ヒューマギアがハッキングされて暴走してるっていう。あ、まあゼアとかアークとか出てきてたけど、あれがだから鍵になるっていう感じです。あの僕さ、仮面ライダーって言ったらさ、僕めっちゃ昭和な認識やけど、仮面ライダーってその、まあ、1年ごとに変わるけどさ、はい、1年に1人っていう想定やってんけど違うんですか？仲間おるんですか？サブライダーがいる。それって最近？いや、もうずっとです。ずっと平成に入ってからです。あ、平成からね。平成に入る前も、まあ、仲間みたいなのは、そうね、ライダーは一部います。まあ、まあ、よかった、いろいろこう謎が本編にも関わってくるタイプの映画でした、ね。はあはあはあ、ライダーあるあるはこう本編と全く別の世界線でやるパターンの映画もあります。出た、世界線っていう単語。ジオーとかはそうでしたけど、ね、前の、はあ、映画がね。あ、まあ、ジオーの夏映画とかはそうでしたけど、今回は結構割とちゃんとジオーも なんて言うのな、エンディングが2つあるんですよ。映画版のエンディングと本編版のエンディングで2つあるんで、1個前の今回は本編版のエンディングの直後って感じでした。ストーリー的にジオさんは高校生なんですね。高校、まあ本編では高校生をもう卒業してっていう話でしたけど、今毎回高校生に戻るんですよ。そういう物語の最後でタイムスリップ、タイム世界を作り直すみたいな。魔王なんですか？魔王です。一番平成ライダーで強いライダーっていう設定、ううまあ全てのライダーの力を使えるライダーっていう設定、それをパワーを取ろうとしたわけやな、あのお姉さんはな。そうです。なんとなくそこは伝わった。その平成ライダーライダーがそもそも、まあ、悪の歴史から始まったっていうのは、まあ、確かに確かにそうだ。あ、なんか1号ね、藤岡弘ね。1号は脳改造手術を受ける前に脱出できたんで、正義のヒーローとして活躍してるけど、うん、もし脳改造手術を受けてたら、まあ、悪の仮面ライダーとして活躍してたっていうことかな、うん、悪の歴史から始まってるっていうのは確かに仮面ライダーのすごい歴史ですな。共通点です。大体その悪の、うん、なんですかね、エネルギーと、うん、大体同じものを使ってるっていうのがライダーの特徴で、うんうんうん、今回の治療とかでもプログライズキーっていう、デスメライズキーっていうのを使うんですけど、悪のライダーは。そういう、まあ、力の源は一緒っていう、悪と正義。そう、仮面ライダーって何やねんっていうところも考えさせられましたね。まあ、そうです。あのさ、僕はさ、まあ、すっごい頑張ってあれ作って、この映画すごい何時間がっちりあったでしょ、多分。ありましたね。よう作るなって思うんですけど、はい、いつ作ったんやろっていうのが気になるとこやし、撮影とかさ、まあまあまあそうですね。テレビシリーズ始まる、まあ大体並行してやってます、ね、すごいね。だってテレビシリーズこの始まったばっかじゃん。そうです、ね、すごいなと思うのと、まあ、
CG とかも駆使してるなって思うのと思うんですが、はい、あの襲撃されるシーンで僕な、もう見間違ったら申し訳ないですけどさ、マット見えたんやけど。あ、マットまあ。マット見えたんやけど、え、そういうことありえるかな。マット、床マット。いや、ありました。床マット的な何かはもうありましたね。え、あった？え、気づいた？床マット風ちょっと汚れだもん。あるある？ない感じの。まあでも。え、僕なんかガッツリマットが見えたんやけど気がするんだよな。人間に襲われるとこう子供が見るとさ、ちょっと絶対トラウマになると思うんだけど、まあ子供によっては怖い、目赤いし、子供に見せるべきではないと思う。僕絶対緩められへんわ。あれでも人死にますから、カメラライトは結構ガツガツ、まあ、怖いな。でも赤い血がもう見せなかったな。あの滴れ落ちてる血は赤くなかった。ヒューマギアの血は青、赤くはしたらあかんのかなと思った。血が出る作品もありますけど、まあそうですね。 はっきり言って話も難しいよね。そうです。ダークものやね、結構ライダーもそもそも。戦隊ものの方がやっぱり戦隊の方がもう分かりやすい。ああそうなんや。まあ大人も楽しめるということで、そういう映画でした、はい、皆さんもぜひ見てくださいね、はい、機会があれば。テレビも見てからの方がいいかな、やっぱりな。でもまあまあ僕は、まあ、続きものなんでね、どうしても。でも、まあ、全く初見やったけど、まあ、分かりました。面白かったし、はい、かっこよかったしということでした。ご視聴ありがとうございました、はい、バイバイ。子供向けの映画やから、何もらったのこれ。なんか入り口でもらいました。インテリジェンスの名刺と名刺、学生証。なんか最近名刺出てきたな。まずこっち、はい、いきます。あ、なんか2万入ってる。1枚目と、うわ、つくよみの学生証です。つくよみですよ、つくよみ。わからん。で、もう一つが、はい、イフの名刺。あ、これは知ってる。知ってんの今のやつ。なんで知ってんの？アンドロイドでしょ。え、なんで知ってんの？ヒューマンギアのインテリ常識。なんで知ってんの？常識ですよ。東京都東品川です。常識。何が出るかな。はい、1枚目、ドン。一緒。一緒ですよ。一緒や。え、一緒では。ああ、はい、全く一緒でした。シャッフルしとくよ。寝てないんですか、3本目。見てない、見てない、見てない。すごいな。面白かった。あの、なんか、どれが一番面白かった。